県によりますと、65歳以上の高齢者への虐待に関する通報や届け出は昨年度547件あり、このうち310件で虐待の事実が認められました。これは調査が始まった2006年度以降3番目に多い件数です。このうち施設の職員などによる虐待が8件で、 97% に当たる302件は一緒に暮らす家族や親族からの虐待でした。虐待の内容については暴力などの身体的虐待が194件と最も多く、次いで暴言などの心理的虐待が130件、おむつを替えないなどの介護放棄が73件でした。県は虐待に至ってしまう前に県や自治体の相談窓口に連絡してほしいと呼びかけています。続いて天気予報です。